皆さんこんばんは、濱家の剣持です。本日ご紹介させていただきますのはカムロのトイシリーズ、ヨシというボストンタイプのアイテムと、こちらの方マサという名の、ウェリントンタイプのアイテムをご紹介したいと思います。まずこちらの方、マサの方なんですけれども、正面から見るとですね、ちょっと色使いの鮮やかなツートンのウェリントンになっているんですが、この横のこの蛇腹模様のような形状のプラスチックフードとメタルの組み合わせという、アイテムになっています。かなり遊び心満載な、アイウェアに仕上がっています。こちらの方トイシリーズというアイテムなんですけれども、丸系のフレームが中心なんですが、非常に、遊び心あふれる色使いで、好きな方には非常に楽しいたまらないアイテムになっています。今回こちらの方の蛇腹のこのイメージなんですけれども、扇子からインスピレーションを受けて、デザインのイメージにしたというアイテムになっています。プラスチックの部分とメタルをこのように、ネジで止めているタイプなんですけれども、ちょっと宙に浮いたようなメタルの中にレンズが組み込まれているというアイテムです。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけるとですね、正面からはウェリントンなんですけれども、横からはこのような変化がつくというちょっと楽しいアイテムに仕上がっています。なかなかない色使いとですね、雰囲気、それでいてかけると意外とかけやすいという、こういったところが非常に魅力的なアイテムです。また他にもですね、こちらの方ブラックとブラウンのツートンがあります。裏生地はこのような色合いの明るい白系のフレームなんですけども、かけてしまうと黒っぽいフレームで色のツートンを楽しんでいるというカラーリングになっています。また他にもですね、べっ甲柄のこちらの方のカラーもあります。こちらは実は限定カラーになっているんですけれども、落ち着いた雰囲気のあるフレームに仕上がっています。そして今かけていたのがマサという、メタル職人さんの名前からですね、名前を付けているというアイテムなんですが、同じようにプラスチック職人さんの、名前を付けているヨシというアイテムです。こちらの方はボストンと言われているレンズシェイプに近いものになっているんですけども、かけるとこの通り丸のような雰囲気を作り出します。こちらもですね、色のツートン非常に、色合いのいいおしゃれなアイテムに仕上がっています。なかなか楽しいアイテムです。本日ご紹介させていただきましたのはカムロのトイシリーズヨシというアイテムと、こちらの方マサというアイテムです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。